皆さんこんにちは、木版画家のナンシー書店と申します。本日はこちらの展示会が行われていますので、作品の紹介をさせていただきます。よろしくお願いします。まず新作のこちらです。しだれ柳とやさぐれ猫という新作になります。油性のインクと水性のインクを今回併用して使っております。最近の猫は自分を投影するようになってきていて、ちょっとやさぐれております。はい、はい、あとこちらも新作になります。カラーの作品がちょっと珍しいんですけど、インクを全て油絵の具のインクを一度油抜きをして和紙ににじまないように加工をしてから使っております。なので紫外線にもとっても強い絵になっております。家の玄関を開けたらこういう富士山がいつも見えているので、すごく自然体で作れました。ありがとうございます。はい、あとこちらも新作になっていまして、こちらも油性絵の具と水性絵の具を併用して使っております。和紙なんですけど、今回は駿河湯の和紙というのを使っております。構造の密度がすごく濃いので、しっとりとした仕上がりになってます。でこういうところが栗の木を使っています。その木目をそのまま擦っていまして、すごく面白い味わいになっています。すごく堂々とした富士が掘れたなって思ってます。はい、こちらも、水田、夜の水田というタイトルです。こちらは水性刷りだけです。木版に二数を塗って、水性二数を塗って弾かせている表情がここら辺になります。はい、いろんな想像を膨らませてもらえたらなと思います。はい、5日までやっております。もっと詳しい内容は2月の2日にギャラリートークがありますので、そちらに来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。